さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はカルディの新商品、こちらを開けてみたいと思います。 30% って書いてありますけど、こちらですね、カルディからの新商品、ウィターズジャンドゥーヤスプレッド 360g で799円です。こちらはヘーゼルナッツの風味が楽しめるスプレッドになります。早速開けてみたいと思います。とってもおしゃれなパッケージになっています。中に内蓋がついていて、見るからにすごいトロトロな感じです。開けた瞬間プーンとちょっとね、ナッツの香りがしています。すごいトロトロ、もうほんとチョコレートっていう感じ、トロトロのチョコレートの感じです。パンにちょっと塗ってみます。トーストにすごく伸びがいい。本当のあのチョコレートを塗ってるような感じです。チョコレートを溶かして塗ってるような感じ、すごく伸びがいい、すごく伸びがいい、たっぷりチョコレートが、美味しそう。ちょっとナッツのフレーバーがするチョコレートを塗ってるっていう感じです。で、これの美味しい食べ方をもう一個紹介します。ミックスナッツを細かく切って追いナッツをするとさらに美味しいらしいんです。おつまみ用のミックスナッツを細かく刻んでみます。細かく刻んだナッツをこのパンの上に追いナッツで乗せてみます。追いナッツで乗せて、ナッツをしっかり乗せて一緒に食べてみると、うん、さらに美味しい。すごい贅沢なトーストを食べてる感じです。ちょっとおやつっていうかお菓子に近い感じになります。めちゃくちゃ美味しいです。で、このチョコレートスプレッドなんですけれど、他にもアイスと混ぜたりヨーグルトと混ぜたりすると美味しいらしいんです。ちょっとやってみたいと思います。いろいろと用意してきたので入れてみます。まずはヨーグルトにかけてみます。すごいトロトロで柔らかいので、アイスクリームにもちょっと乗せてみます。アイスクリームにはナッツを上からかけるとより美味しそうです。ヨーグルトにチョコレート、合うかな、チョコレートとヨーグルト、あまり組み合わせがないような気もするけど、どうでしょう、ヨーグルトチョコレート、あ、意外といけます。酸っぱいのと甘いのとちょっと喧嘩しそうな感じ。ヨーグルトはやっぱりフルーツの方が合うかもしれない。今度はアイスクリーム、アイスクリームにチョコレートとナッツを、追いナッツをやってみました。これはね、もう絶対に見てるだけでも美味しいと思う。うん、これはめっちゃ美味しい。これ普通の安いバニラアイスクリームを買ってきて、このチョコレートとナッツをかけただけでもうすごい特上級のアイスクリームになります。なんかハーゲンダッツかなんかの高いアイスクリーム食べてるみたいな感じです。これこのまま柔らかいまま今食べてますけど、一旦凍らせたらこのチョコレートの部分がもっと硬い感じになるので、もっと美味しさが増すと思います。今日はコーヒーを入れたんですけれど、コーヒーの中にも少し入れてみます。コーヒーと、ね、チョコレートって意外と合うんですよね。あとこのスプレッドとホットミルクと入れても美味しいみたいです。あ、チョコレートとコーヒーも合います。何にでも使える感じ。でもちょっと柔らかいので横向きにはできないので、このおしゃれなチョコレートのちょっとナッツが入ってるチョコレート 30% って書いてあるので、かなり濃厚です。とても美味しかったです。
いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。